ちょいちょい出るね、やっぱね。あー、落ちた、マジかよ。マジか。マジか。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、予告通り。予告通りですね。この道の駅で、道の駅じゃないけど、道の駅でフェラルフォードやっていきましょう。はい。もう間もなく始まると思いますね。で、なんかね、いろいろ銃をね、実はゲットしてるんで、いろんな銃をね、持ってきました。ほら。ARX160 とかね。M16 とか。M16 なんかスコープつかないんだけど、これ。スコープつくんだったらこれ使おうかなと思ったんですけど、ね、遠距離ダメージまあまあ強いからね。で、30発出るしさ。でもなんかスコープつかないんだよね、これね。なぜか。つかないんだっけ ?M16 ってつくよね。ね、あとスカーとかね。うん、スカーも、スカーはまあ、前も使ってたんで、おなじみですけど、コルトとかね。ベレッタ、ナノ、とかね。いろいろ持ってきました。なんか使ってみようかなと思って、試しに。ということで、まあまあ、迎撃ポイントというものが基本存在しないので、まあ、この周りに来たやつをね、上から撃つみたいな感じでやっていこうかなと思うんですが、モロトフをねちょっと作ってきたんですよ。これガソリンがなくてあんま作れなかったんですけどね。あ、始まりましたね。まあもうすぐ来るんだな、お前。こうな、落ちてくるかな、落ちてくるかどうかがポイントなんですけど。あ、落ちてくるね。このさ、この銃の音がさ、なんか良くない、これ。タタタタンっていう感じの。ねえ、あの、あれっぽくない、ほら。バトルフィールド。バトルフィールドっぽくないねえ。そっち叩くんだ。あ、そっち叩くやつはちょっと、打ちのめしてやるか。そっち叩くやつは打ちのめしてやる。あ、でね、これ見て見て見て。そうそう。ほら、ドラムモッド拾ったんですよ。だから60発出るようになった。うるせえな。うるせえぞ。うるせえぞ。ここの壁叩こうとするんだね。ここの壁叩こうとするやつはここは撃っちゃうか。なんか楽しそうなやつがいるね。ガインガインって言ってるわ。言ってるね。まあ、溜まってるけど、お前らそこはね、多分壊れないんだよね。そこ壊れないよ、お前たち。残念ながら。そこ壊れないと思うよ。あ、いや、やべ、自分燃えた。絶対自分燃えるよね、俺ね。ねえ、絶対自分燃やすよね。レッツだ、ボートは燃えないのか。あんまこう、ギリギリ狙うの難しいね。ギリギリ狙うの難しいね。まあ、ここ撃てるけどね、別に。撃てますけどね。十分撃てますけどね。はい、殲滅。これか、そうだ。こいつスコープ覗いてると、弾出ないね。弾じゃリロードできないんだって。こういう風にこっちに固まるんならさ、ここで撃ってればいいじゃんっていう話だよね。ねえ、そういう話だよね。あ、ロボット来た？ロボット来たね。ロボットの声するね。ロボットはね、あんま美味しくないんだよね。続々落ちてくるな。続々落ちてきますね。来上がりますね、続々。そこの壁壊そうとするんだね。壊したところで、どこにも行けないんだけどね。そこ壊したところで、どこにも行けないんだけどね。うん、こっち壊れないから諦めてんのかな。こっち壊れないっていうのは分かってんのかな、ひょっとして。ねえ。レッツザボート。上からだと撃ちやすくない？なんか変なとこ。あ、エラー出た。たまにね、ボスというか、変なゾンビが来るとね、エラー出るんだよね。脳天。脳天打っていく。ああ、たまない。あ、うるさいね。うるさいね。うるさいよ、君たち。あ、エラー出た。あ、エラー出るんだよね、これ。なんだかわかんないけどね。
あー、いっぱい来たね。あ、壊れたのか。壊れた、壊れた。でも直せるよ。普通に直せる。直った。こいつ、この気持ち悪いやつ。あ、倒した、倒した。あー、溜まってるねー。溜まってるやつら、こう、一掃するのがなかなか気持ちよかったですね。これね。60発出るからね、なんせ。60発出ますからね、私、これ。これはなかなか気持ちいいかもしれない。打ちまくるのは。どう？どう？続々落ちてくるけど。続々落ちてきますね、これね。あ、ヒビ入ったじゃん。ついにヒビ入ったか。そこ壊したところでどうにもならないんだけどね。そこ壊したところでどうにもならないんだけど、別に。なんか落ちたのが不本意で上に上がりたいのかな。ねえ。これと強いやつだな。ああ、鳥来た。鳥にやられた。鳥にやられた、鳥にやられた。あ、虫だ。また虫だ。虫怖いね。スカルコイン持ってましたね。鳥じゃなくて虫が来るんだね。飛び降りてこい。さあ来い。さあ来い。あそこね、プレートが1枚置いてあるんで、プレートを飛び越えようとすると自動的に落ちるというあの構造になっております。自動的に落下する構造になっております。壊れた？壊れたかもしれないね。いや、これ全然余裕でしょ。落下ダメージとか入らないからね、ゾンビはね。強い銃があったらもうほんと余裕じゃないか、これ。またエラー出そうだな。またエラー出そうな予感がする。一掃射撃。こいつらはちょっと、こいつら硬いんだよな。こいつらやっぱなかなか死なないね。あ、エラー出た。エラー出た。エラーがね、ちょいちょい出るね、やっぱね。あー、落ちた、マジかよ。マジか。マジか。マジかよ。いるの？いるんですか？やめてくれるかな？あ、虫がいる。虫がいる、虫がいる。危ない、危ない。ちょっと。危ないね。誰かに虫に突き落とされたかな。はい。あんまギリギリ、虫が一匹いたけどね。ねえ。なんでこれ溜まってる。あ、来た。虫来た、虫来た。あ、鳥だった。鳥だった。虫じゃなかった。虫もいたような気がしたけどね。虫もいなかったっけ？溜まってる、溜まってる。超溜まってる。めっちゃ溜まってる。この辺溜まるんだね、なんかね。この辺溜まりがちですね、なんかね。なんか弱いところをね、弱いとこを叩こうとするらしいんですけど、弱いのかな、そこ。そこ弱いんですかね。あ、壊れてる。レッツだボート。あ、いた、やられた。虫気持ち悪いな。虫気持ち悪いわ。はい、そこの団子になってる方々、死んでください。死んでください。スケーターパンクゾンビまだいる。はい、そこの皆さん死んでください。
ご苦労さんです。ご苦労さんです。はい、ご苦労。どうもご苦労様でした。強いやつはここに固まる。あ、いられた。強いやつはここに固まるんだね、なんかね。あ、もう弾なくなった。1000発ぐらいあったのに。1000発、なくなってた。1000発ぐらいあったんだけど、なくなっちまったな。マグナムするか、マグナム。シャキン。いや、モロトフでもう十分か。モロトフ投げとけば倒せるような気がするな。もうあと。あの、ボスは死なないような気がするけどね。ボスたちはね。これ邪魔だね。こいつ邪魔だな。おい。お前邪魔だよ。お前邪魔だよ。ちょっと。もしもし？よし、オッケーオッケー。なんだよ、友蔵。あ、友蔵死ななかった。やるな、友蔵。こいつだけ生きてるな。こいつ。死んだ？死んだ？あ、もうなんか静かになったね。ロボットがいるけど、ロボット降りてこないのかな？ジョイナス。あ、まだいるわ。まだ来た。まだ来んのね。あ、まだ来るね。結構来るね、バンバン。もう終わりかと思ったけど、終わらないんだ、まだ。え、鳥来た？あ、まだ来るね。まだ来るね。あ、まだまだ続々来るね。ジョイナス言ってるやつがさ、落ちてこないけどね。この辺にみんな落ちてくるんで。ねえ。みんな、自分が、俺がここにいるからさ、この辺に落ちてくるよね。みんなね。この辺燃やしとけばいいんじゃない？この辺燃やしとけば全員燃えるんじゃない？ちょ、待って待って。レッツザボートだ。レッツボート。死んだ？あ、死んだのか。火消えてるけど。火消えてますけど。こっちも火消えてるけど。あ、なんか向こうから攻撃するんだ。あ、向こうから声するけど、みんな走ってる。あ、走ってる、走ってる。走ってる、走ってる。あ、走ってる。おっと、汚染ゾンビ来た？汚染ゾンビ来たぞ。汚染ゾンビ来ましたね。汚染ゾンビさ、モロトフじゃ死なないんだよね。あ、やべえ、自分燃えた。自分燃えた。汚染ゾンビ、モロトフじゃなかなか死なないんだよね。あいつ回復するからさ、奴らは。奴ら回復しやがるからね。モロトフのダメージより回復量のがでかかったりするんだよね。あいつら。ずるいんだよね。ずるいんだよ、奴らは。鳥いる？鳥の声がしてるような気もするんだけど。ねえ。鳥の声がしてるような気はするよね。鳴き声がね。見えないけど。見えないけど。ボフ。ボフ。すごい。巾着の量が半端ないね。やっぱ1回目よりもゾンビの量多いかな。1回目よりゾンビの量多いかもしれないね。めっちゃ見てたな、お前。目があったじゃないか、お前。目あったぞ。おい。作業員ゾンビ。誰が作業員ゾンビ？こいつか。作業員ゾンビ。汚染ゾンビいつの間にか死んでるけど、なんでモロトフで死んだの？あ、スパイダーならモロトフでも死ぬかもね。あいつ体力ないからな。スパイダーごときだったらモロトフでも死ぬかも。ああ、そこの壁壊すの？そこ壁壊さないでほしいな。あんまり。あ、違う違う、自分燃えた。微妙なんだよ、そこ。なかなか微妙なんだよ。
鳥の声するけどね、鳥の声するけど姿見えないね。うわ落ちそう俺。死んでいく、みんな死んでいく、みんな死んでいけ。あ、こいつ強いね。さあもう25、もうすぐ3時、もうすぐ3時ですよ。もうそろそろ終わりじゃないの。まだ来る、まだ来るね。でもね直撃しろ。あ、でももう来ないかな。もうさすがに終了かな。鳥がいるけど。残忍マザーいるの？残忍マザー。残忍マザー死んだ？残忍妨害。死んだか。まあ、あと鳥だけか。鳥だけちょっとやるか。え？あ、いたいた。あ、叩いてるやついるね。どこ叩いてんの？あ、いる。もじもじくんがいた。もじもじくんが。もじもじくん。以上か。いや、解消じゃない？これも、今回もね。当たり前だけど。当たり前だけどさ。当たり前だけど余裕じゃないですか。ねえ。当然壊れてないよね。ねえ。これで見る？これで当然壊れてないよね。びくともしないよね。びくともしませんね。壊れたのこっちだけだ。これちょっと今コンクリート持ってないから直せないけど。いや、これ、すごいね。床も壊れた。床もちょっと若干壊れてるね。いや、解消じゃないですか、これ。めちゃめちゃいいじゃん、これ。なんかもっとこう、ゾンビを上手に撃つための、なんか作れば、もっと面白い。あ、ポンプショットガン、ポンプショットガン手に入れた。やったね。ね、なんか上手にさ、こう、ゾンビをうまく処理できるための、なんか、ね、迎撃ポイントさえ作れば、ほんと楽勝じゃないこれ。全然拠点なんか壊れる素振りを見せないよね。当たり前だけどさ。当たり前だけど、無敵なんだから。無敵なんだから壊れるわけないんだけどさ。いやー、でもなかなかこれ、いいですね。これは安全だわ、マジで。にしても、やっぱ2回目だから巾着の量半端ないね、これね。持てなくな、持ちきれないんじゃないか。あ、ツルハシ取ったね、今ね。ツルハシ。ツルハシね、品質1だからね。おっと、チェーンソー拾った？チェーンソー拾いましたね、今。あ、ツルハシのレベル6じゃない？あ、なんかすごい銃拾ったぞ、今。すごい銃拾ったぞ。持ちきれんのか、これ。持ちきれないんじゃないか。ああ、スレッジハンマーね。スレッジハンマーとかはもう、ほとんど、私の場合、攻撃というよりも物壊すために存在するみたいなところあるからね。あ、ちょうど朝になりました。ちょうどかどうか、ちょうどでもないけど、朝になりましたね。いやー、すごい、戦利品の量が半端ないね。重くて動けなくなってた。ステロイド持ってたかな。あ、オーガも拾った。ラッキー。ステロイド持ってる？ステロイド拾わなかった。こんだけいろんなもん拾ったにもかかわらず、ステロイドはないのか。あった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 。ステロイド。ちょっと注射打ちましょう。ドーピングしよう。ドーピングしたのにこんなに遅いの。ドーピングしたにもかかわらずこんな遅いのか。マジか。そりゃびっくりや。はい、ということで、何取った？オーガ拾いましたね。やったね。オーガ持ってなかったんだよね。あと、これでかいね。鋼鉄ツルハシの品質6。これはでかいね。これ嬉しい。今品質1だからね。私1で頑張ってましたからね。6はちょっとでかいね。あとなんだろうな。もうでもそれぐらいか。これなんだろう。M4A1 。M4A1 拾いました。やったね。M4 拾ったわ。あ、でもただ弾がないんだよね。弾これ。5ミリじゃないよね。7ミリだよね。そうだね。7ミリだね。7ミリアモーだね。あー。あんの？あ、さっき拾ったのか、今。
あ、でも品質1か。品質1だとね、モッドがつかないから、いまいちなんだよね。いまいちなんですよ。M16 なんか強いんだけど、まあ、さっきも言ったけどさ、スコープがつかないのが非常に残念でならないんだけどね。こうめっちゃ拾ったな、ホワイトリバー市民カード。ホワイトリバー市民カード拾いすぎじゃない？これちょっと。ねえ。あと何？なんか、あとはまあ大丈夫ないか？鋼鉄チェストアーマー、まあ今着てる方が強いね。ああ、マック10の品質5とか拾った。まあこいつは数で勝負だからね。手数で勝負だからね、この人はね。まあそんなもんか。まあ大したチェーンソーは多分使わないけど、オーガはちょっと嬉しいかもね。オーガ使うわ、多分。この辺家から持ってきてですね。うん。ということで、まあ結果分かってましたけど、楽勝でした。はい。楽勝でしたね。結果的にはまあまあ分かりきったことですけど、当たり前ですけどね。無敵なんでね。まあ当たり前なんですが、余裕でしたね。はい。ということで、私ここに住みましょうかね、もうね。うん。これ、ちょっと待ってね。ああ。一瞬ね、うわ、増えてるかと思った。あの、家にいっぱい車置いてあるじゃないですか。あれね、実はなんか重なってて、勝手に増殖しててね、取っても取ってもね、消えないですよ。取っても取っても消えないってわけじゃないけど。うん、増殖バグがやっぱり出てまして、重なってんだよね、あれね。だからね、1、2個取ったってね、その場から消えないんですよね。面白いでしょ、なんか重なってるの、完全に重なってるの。で、そうかと思えばね、なんか上に乗っかってる時もあるしね、帰ってきたらゴーンって上から降ってきてね、あの上に乗っかる時もありますしね。うん。ただ残念なことにあいつらさ、拾った車なんで、あの、売れないんだよね。そう、販売価格ゼロなんですよ、拾った車なんで。で、あれが売れればね、めっちゃ金持ちになるんですけど、勝手に増えてってさ、勝手に増えてって、もう売りまくったらその分お金になるんで、ねえ、大金持ちになりそうなもんなんですけど、奴ら売れないからね。うん。自分で作ったバイクとかが増えてってくれてればね、あの、売れば多分金になるんで、お金になるんでね。それだとね、多分だいぶお金持ちになるかも。そのやり方をすると。はい、ということで、あ、どうしたっけ？撮ったっけ？俺。あ、撮ってんね。ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。うん。まあ、苦労した甲斐はあるよね。ね、安全だからさ。苦労した甲斐はあるんじゃないかと言っておきたいね、ここはね。うん。こんだけ安全だったらさ、もう死ぬことないじゃん。拠点にいれば。拠点に逃げ込めば安全でしょう、とりあえずね。本当にね。よいしょ。これ閉めなくても多分、自分いなかったら中に入っていくやついないと思うけどね。うん。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。次回はね、またなんか、あの、スカルトークンをちょっと集めて、スカルトークンが、スカルトークンだっけ、あの赤いやつが結構溜まったんで、まあそれでね、何かしらちょっと武器を買いに行って、その辺試してみたりしたいですね。よいしょ。今回も取ったでしょ、スカルトークン。10枚。あ、結構溜まって、50枚ぐらい溜まってんじゃないかな。うん。ね、はい、ということで。じゃあ今回この辺にしておきましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。おかみさんでございました。またね。